大丈夫大丈夫、シュレームってなって、ちょっとエコーを取るよ。これが痛いやろ、これピリピリってきたやろ、大体神経かもしれない。そしたらさっきよりは楽、出るかも。オッケーし、これね、体感したら治るだろう。とりあえず、はい、治療の方法としては腰と、はい、足の方で持っていこうと思います。オッケー、いいよ。寝て、寝て。曲げるよ。痛い？いや、だいぶいい。だいぶいいやろ。体感しただけで良くなってるし。あんまないかな。明日から一緒にトレーニングしようか。もともとはトレーナー活動等を行い、現場で応急処置を行い、その際、当院ご覧していただいたりとか、病院紹介させてもらったりとか、そういうふうなトレーナー活動も、させていただいております。そうですね、当院にいらっしゃる患者様は、学生から一般の方、非常にこう活動的な方が多いですね。運動してて怪我したりとかでご覧されることが多いです。サッカー、バスケが多いですね。サッカー、バスケ、陸上ですかね、やっぱり打球の制服とかですよね。あと骨折の応急処置とかも、柔道整復師しかやったらいけないですもんね。お医者さんと柔道整復師、お医者さん以外で柔道整復師ができることってやっぱり骨折と打球、打撲、捻挫、打傷なんですけど、特に骨折だけに関しては、柔道整復師は応急処置が認められてますんで、スポーツ現場で、脱臼した際も柔道整復師だったら制服はできるんですけど、その他の資格であればやっぱ制服っていうのはちょっとできなくなってくるんで、そういうところではメリットありますし、保存療法であればやっぱりその柔道整復師できる範囲っていうのはかなり広くなってきてますんで、そこら辺でのメリットっていうのはかなり大きいかなと思います。はい、患者さんの自然治癒力を最大限に引き出して、早期回復して復帰していただいた時っていうのはすごく嬉しいです。またリハビリ等も指導させていただいて、その後怪我のない体づくりですね、患者様から喜びの声をお声いただいた時とはすごく喜びになりますね。そうですね、患者様に耳を傾けるということですかね。多分柔道整復師だからこそこう1対1で話できることも多いと思うんで、患者さんの痛みに耳を傾けて一緒に治していくっていうことを心がけてますね。福岡医研に、すごい専門性の高い先生方もいらっしゃいまして、でその他さまざまなカリキュラムとか見た時に、私の勉強になるなっていうことで選ばさせていただきました。そうですね、先生に気軽に質問できる環境でしたんで、なんか分からないこととか質問させていただいて、すぐお答えをいただいて、すごく勉強になりやすい環境でしたね。勉強が楽しく勉強できた環境だったんで、苦しかったっていう記憶はないですね。難しいとか難しくないというより楽しかったですね。やっぱりその人の体を教えてもらえるし、分からないことを教えてもらえるんで、あっという間に3年間終わったなっていう感じですね。やっぱりいろんな先生たちに助けていただいたりとか、それこそ先輩とかですね、助けていただいてこうしたらいいよとか、そういうアドバイスをいただきながらですね、今開業もできました。本当助けられてですね、今あるなっていうのはずっと感じているところなんでですね。そうですね、多分もうなりたいという方は本当柔道整復師っていう職業を知って入られる方が多いと思うんですよ。でそういう方は多分本当に楽しくあっという間に3年間が終わると思うんで、しっかりとこうやっぱり横のつながりを作ってた方がいいと思います。勉強自体は本当にもう先生言われた通りやってたら大丈夫だと思うんで、横のつながり作っていただいてですね、社会ででも多分つながってくるところなんで、助け合い の世界だと思いますね、柔道整復師も。はい、そこら辺が僕ちょっと苦手だったんですねそれやっていただけたらなと思います。